ました。助けて。違う違う違う、こっちだ。引きこもり。どこ行った？捕まりました。助けて。はい。あれ、小林さんどこ行った？引きこもりたい。ああ、やられた。はい、やっていきまーす。コモラワールドエスケープ4日目ですね。悪い夢を見ていた。死んでしまっていた。難しいです、次のコース。次の4日目のコース難しいですね。うん。ただ容量を掴んでない。なんとなくここまで来てしまったので。敵が攻めてくるので、罠や味方を配置して迎え撃ちましょう。はい。はい。敵がね、敵が、どっから来るんだったらいいかな。こっちか。最初と違うな。最初と違いますね。最初っていうか、さっきまでやってたのと違うコースになった。こんなもんかな。大砲多め作戦。でも飛行系の敵がたくさん来るので、大砲多め作戦と。スパイク。この、あるもので勝負、あるもので戦うしかない。あるもの全部使って戦っていく。こんなもんでしょうね。ね、コモラプラスプラス。どうも、コモラです。チャンチョプラスプラス。オレンジ博士。オレンジ博士。さあ来い。ピーナッツが来てますね。コモラさん出しとこう。ポンポコさん出しとこう。コバルク田中出しとこう。コモラさん出しとこう。よしよしよし。だよー。チャンチョ。ゾンビチャンチョ。戦えてるな。割と戦えてる気がする。わあわあ、金が取りたいだけなんだ俺は。金が取りたいだけなんだ。オレンジ博士、コモラ、チャンチョ。これ誰がこのでかいブロックみたいなの出してんだ。オレンジ博士か。オレンジ博士強いな。こうしてみるとオレンジ博士強いな。デニム君、コバルト田中、よし。結構戦えてる？金の回収、よし。いいんじゃないですか？金はいい感じに稼げたと思う。さあ、次を仕掛けに行こう。こっちか。あ、ここか。ここにできるのか。どうすかな。大砲がね、壊されるんですよね、ここ。大砲とりあえずジャンジャが置くか。大砲ジャンジャが置いて、スパイクを、なるべくこっちに。スパイクやら何やろ、なるべくここに。よいしょ。で、台風もここに、スパイクもここに、バーナーもここに、バーナーもここに、バーナーもここに、スパイクをここに、スパイクをここに、バーナーここに。あー、今間違えた。台風置いたな。はい、OK です。で、ここも、ここも。よし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 。
で、スパイク置いて、まだスパイク置いて、バーナー置いて、で、その上で、ファミリーたちをね、ファミリーを呼んどこう。こうやって。やったー。やっほー。これでーす。オッケー。準備万端じゃ。かかってこい。かかってまいれ。オレンジ博士を特殊召喚。戦えてる。デニム召喚。オッケーだね、やれてるね。やれてるけど、この辺がやれてるかどうかは分からない。あ、違う、こっちがやれてるか？やれてる感あるね。コモラ、ゴモラ。金も得ている。よし、いい感じ。さあ、上はどうなっている？こっちはどうなっている？やれている感ある。お金がすごい。これは勝ったのでは？新しいゲートが開かれました。やったぜ。確認して対応しましょう。いや、やったぜって言ったけど、これはまだ戦うのか。戦いは終わらないパターンか。金は山ほどあるな。よし。じゃあ、この辺にも砲台をつけよう。OK。はい。OK です。まあ、こっちが、もうちょっとあれかな。いざとなった時のために、もうちょっとスパイクを増やしておくかな。いざという時のために。はい。で、こっち側から来るのでってことね。スパイク。この上に置けば多分壊されない。進路上に ONP のキャラたちを ONP のキャラたちをよいしょ。さあ、どこが激戦地になるんだろう。やれてるな、意外と。まあまあやれてる。歯並びよしよ。オレンジ博士召喚。コモラも召喚。こういう感じしとこう。ここはもう頑張ってもらおう。あちら側の様子を見に行く。結構押されてるか？そうでもない。あ、そうでもないな。やれてる。戦えてる。こっち側の様子は？あ、突破されてる。割と突破されてる。ちょっと、ここちょっと劣勢かもしれない。これ、突破されてるね。金は稼げてる。よし。勝ったみたいです。やった。なんかこの勝ちがね、勝ちがなんか、って感じ入るけど。勝ちました。勝利のガチャをしよう。今日はお金もたっぷり。勝利のガチャを、観光します。カチカチャ。社畜くんゲット。社畜くんって多分めちゃめちゃ人気ないよ。あ、デニムゲット、イエーイ。デニム強化しよう。あ、違う、あれ、まあ、いいか。コスト回復速度上げとくか。
カード編集かな。で、デニムくんとカード合成。デニムくんとデニムくん。デニムプラスを作成。カード合成。カード合成。チャンチョとチャンチョ。チャンチョプラス。カード合成。チャンチョとカード合成。チャンチョ、チャンチョ。OK。カード合成。チャンチョプラス、プラス、チャンチョプラスで、チャンチョプラスプラスを、チャンチョプラスプラスを合成。で、チャンチョプラスプラスと、あ、これ以上できない。OK。OK。デニムくんもやりたい。ノーマルコマネだと外すか。ノーマル数は外して、デニムくんを入れる編集完了。もうちょっとガチャしましょう。楽しいな、このゲーム。スマホで出してくれ。チャンチョゲット。歯並びよしおゲット。歯並びよしおって何してるのかな。このゲーム中で歯並びよしおが何をしてるのかよく分かってない。壊れたのか。プラズマっていつどう使うんだろう。全く使ってないプラズマ。花火よし多いな。ラババン。オレンジ博士じゃ。何個かまとめたいね。プラズマって合成できないのか。歯並びよしおとカード合成。歯並びよしおと歯並びよしお。うん。コバルト田中とコバルト田中。はい。オレンジ博士とオレンジ博士。はい。まあ、こんなもんかな。こんなもんでしょうね。ラバ版は入れない。コストが重いし。はい、っていうことでね。コモラワールドエスケープ4日目でした。ひっそりやり続けていこう。ひっそりやり続けていきます。あ、そう、日記を読まないと。日記読んでいきましょう。勝利の日記。4日目。ピーナッツくんたちの進行が激しくなってきました。あら。人気キャラコモラがいなくなったせいで人気が下がってしまうことを恐れているのでしょう。そうか。いやもうちょっと自分の力で努力してほしいですね。生きてる。仕方ないのでクローンコモラくんと一緒に現実世界に戻ってあげようと思ったのですが、ああ、どうやらクローンコモラくんはこの世界から出ることができないみたいです。あらあら。この不思議な王冠の力はこの世界だけの能力みたいです、ね。あの王冠のやつで現実世界に僕を待っている人たちがいる。でもこっちの世界でクローンコモラくんを残していくわけにはいかない。はあ、必要とされるものっていうのはつらいですね。今のため息聞きました。名演技。はい。じゃあここまでにしましょうか。ワールドエスケープ4日目でした。コモラワールドエスケープの4日目でした。ほんならまた。